演舞開演。どうも、本日はこちら藤子の黒豆を食べたいと思います。サラダ豆とか昆布豆は食べたことあるんですけど、これは食べたことなかったんですね。なんか自分でも驚きました。なので本日食べてみたいと思います。あー、お尻も黒い。もう全部つけたよね。ではご対面。いいツヤですね。お正月とかにも食べたくなりますよ。手元気をつけないでこぼすな、これ。では、いただきます。この黒豆がお正月に食べられたら嬉しいですね。お豆の食感がホクホクで、煮汁もほんのり甘くて、しっかりとそれがお豆に染み込んでいて、とっても美味しかったです。黒豆はポリフェノールもありますからね。しっかりお汁までいただかないと、お汁も美味しくないといいやですね。なのでこちらの点数とさせていただきました。ではコマ回す。月曜かな、過ぎててもお正月が終わってもコマ回しは楽しいですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。